くなるように少しマッサージしますね。使い捨てなのでご安心ください。こっちもちょっとかなり硬いのでもう一本だけいきますね。熱かったら言ってください。しんどかったら言ってください。よいしょ。よく頑張ってますね、毎日ね。と軽くヘッドマッサージしますね。ホッとできるひとときを、ひろみボイス。さーて、今日は入荷できたのが100本入り、新しく来てよかった。最近お客様増えてて、ありがたいことにね。一つ一つちょっと確認するか。よいしょ。一本一本ね、個装だから清潔だし、よいしょ、使い捨てだから安全だし、1,2,3,4,5 よいしょ。この準備してる時間もはーってね、安らいでいただけるといいなって思って、カチャカチャ言うね。キュンキュンね、リリロリロルね、リルで、最近は新規の方が増えてありがたいけれども、まだまだハリーの良さはまだ広まってないかなっていう感じがするから、ブログの発信も頑張って、インスタと TikTok もやってみようかな。 TikTok か、いつも発音間違えちゃうんだよね。マニュアルも整ってきたし、採用にも力を入れないとね。来たかな。あ、いらっしゃった。こんにちは。開いてますよ。どうぞお入りください。こんばんは。ようこそいらっしゃいました。どうぞお座りください。念のためご予約いただいたお名前伺ってもよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。本日は初めてのご来店ですね。ありがとうございます。当店は何でお知りになってくださったんですか？はい、ありがとうございます。そうですね、最近 TikTok の発信を頑張っていまして、嬉しいです。ありがとうございます。はい、ちなみに新旧は初めてでいらっしゃいますか？セルフお灸ですね。あ、いいですね。うん。どのくらいの頻度でされますか？そうですか。うん、いいですね。うん。じゃあ本格的な針は初めてでいらっしゃいますね。かしこまりました。ありがとうございます。今ですね、お体でちょっと調子が悪いなとか気になっているところはございますか？どちらもですかね。耳鳴りですね。どういった時に耳鳴りしますか？なるほど。じゃあちょっと疲れが溜まってるなっていう時ですかね。うん。最近は多いですか。はい。とは、歯ぎしりですね。うん。寝てる間に、とか、そうなんですね。日中も、無意識で。なるほど。うん。ちょっとこう、ふとした時に気がつく感じですかね。じゃあかなり夜も昼もぎゅっと噛み締めて顎が疲れちゃいますね。うんうんうん。起きた時の倦怠感とか、うん。そうですね。
首と肩のこりですね。そうですね、上半身が結構もういろいろな部位が、はい、疲れが溜まっている感じですね。かしこまりました。ちょっと末端冷え性だったりとか、とにかくちょっとやる気が出なかったりとかですかね。体が重たくて、もう全体的に重たいなっていう感じですね。かしこまりました。全身のだるさ、重さによって不調を感じることが多いと。はい、かしこまりました。その他はいかがですか？はい、わかりました。確かにそうですね、すべてつながっていますから。はい、東洋医学に基づいて、当社は鍼灸提供しているんですけれども、鍼灸にも様々な流派がございまして。そうなんです、当社はですね、ひろみボイス流という流派を導入しております。はい、こちらに基づきますと、基本的には体の血流ですね、血とエネルギーがうまく循環すると自然に体の調子は整ってくるというふうに考えています。はい、疲れとかストレスとか心労とかが重なりますと、まずはちょっと血流の状態が滞ってしまったり、あるいはストレスでね、様々な栄養素が使われてしまうと、その分取り入れなきゃいけないんですけれども、ちょっと間に合わなくて血流不足っていうこともありますね。はい、また血液は酸素や栄養素だけではなくて、老廃物をこううまく流してくれるという排出する効果もありますので、流れが悪くなると悪いものを外に押し出す力もなくなってきてしまって、すっきりしないなという状態が、はい、続いてしまいます。はい、またですね、エネルギーですね、チャクラという言葉を耳にしたことはありますか？そうですね、ヨガとか、インドのね、そういった学術とかに用いられることが多いんですけれども、チャクラの中にも、頭から下までいろいろとあると言われていますが、当社ではお腹、おへその周りですね、大体おへその下と言われているんですけども、丹田という、チャクラがあります。ここにですね、エネルギーをこう循環させる、ポイントみたいなものがありまして、そうですね、はい、ここをこう刺激してあげることによって溜まっていた、うまく流れていない体のエネルギーを循環させることができると考えています。このようにエネルギーと血流の両方をうまく流してあげることによって、全体的な不快感とか倦怠感、だるさというのをまず解消していきたいと思います。はい、あとは耳鳴りですとか歯ぎしりですね、これは結構耳鳴りの場合だと耳の周りの血流が悪くなっていることが主な要因として考えられますし、あとは歯ぎしりの場合はまずこう凝り固まったね、筋肉をほぐしてあげることが第一優先になってきます。首と肩も同じくですね、ツボがあるんですけれども、そこを刺激してあげてちょっと緩めてあげる、そういったポイントポイントのツボの針というのも今日は導入していこうかなと思います。はい、ちょっと初めてなので針が怖いなとか思われるかもしれないんですけれども、基本的にはね、
あまり痛みというよりはチクチクという刺激があるだけですね。ただこういったあの顔とか肩とか筋肉が多いところに関しては、疲れているとドスッというようなちょっと重たい何かが乗ってるのかなみたいな、そういうのちょっと重みが出ることがありますが、それはとってもよく効いている証拠なので、はい、まあ、来た来たと効いてるなというような感じで受け取っていただければなと思います。はい、何かこうちょっと事前に聞いておきたいことですとか、言い忘れたことなんかはありますか？ちなみに今日使う針がですね、まあ、ニードルがこういった個装になっていまして、はい、これね、一本一本ですね、新しいものを使います。使い捨てなので、ご安心ください。清潔ですし安全です。はい、基本的に副作用はないんですけれども、中には循環が良くなることでリラックスできて、すごく眠たくなる方もいらっしゃいます。はい、寝てしまっても効果は変わらないので、ぜひ気持ちいいなと思ったらそのまま目を閉じて寝てしまってください。はい、では始めましょうか。はい、よろしくお願いします。じゃあですね、こちらの、まあ、パジャマみたいなですね、スウェットに着替えていただけますか？これはね、肩とかが出しやすくなってる鍼灸用のものです。着替え終わりましたら仰向けの状態で横になってください。はい、お願いします。失礼いたします。ご準備ありがとうございます。ではまず私の手を消毒しますね。緊張してますか？大丈夫ですよ。すごく気持ちいいって言ってくださる方が多いので。あとはですね、お客様のちょっと耳ですとか顎、あるいは首肩、あとお腹ですね、を今日針刺しますので、念のため消毒を吹かせてください。はい、失礼します。今日はですね、優しいですね、針の方ですね、ちょっと細めの入りやすい針を使っていきます。よいしょ。ですね、何本っていうのは実は決まっていなくてですね、ツボの数だけ打つこともありますし、お客様の状態を見てその倍刺すこともはい、ありますし、そうですね、だいたいでもどうかな、10から30くらい。もちろんお顔の美容のツボとかやる方なんかもっと増えたりしますけれども、はいそうなんですよ。そうそう、1本ですごく効く方もいらっしゃいますしね。そう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 。はい、ではまず最初にですね、お腹の針を刺します。お腹は、まあ、脂肪もありますし、そんなに深く刺さないので、ちょっとチクチクっていう優しい感覚があるかと思います。はい、お腹は先ほどもお伝えした通り、
エネルギーの要なんですね。はい、同時に血流の要でもあります。ここをまず刺激してあげることによって血液とエネルギー両方のですね、循環を良くしていく、はい、こちらが目的です。では早速こちら使っていきますね。ではお腹刺していきますね。少しチクッとするだけです。頑張ってください。見えますね。お痛みどうですか？大丈夫そうですか？はい、じゃあ続けますね。じゃあ取っていきますよ。少し指圧します。息を吸って吐いてください。そうです、上手です。もう一度息を吸って吐いてください。そうです。息を吸って、吐いて、ですよ。はい、OK です。じゃあ、まずは耳鳴りのツボからやっていきますね。はい、耳鳴りのツボはですね、ここですね、ここ耳の付け根、前の付け根のところ、ここですね。ここは腸弓と言いまして、疲労ですとかストレスとかそういったものから来る耳鳴りのツボです。ここにちょっと針刺していきますね。もしかしたらちょっとドスッとくるかもしれないけど、気持ちいいんじゃないかなと思います。失礼します。どうですか、お痛みは大丈夫ですか？はい、じゃあ抜きますね。じゃあその下ですね、歯ぎしりのツボ、筋肉ですね。こちらはツボで言うと強者と言いまして、ほっぺたの車と書くんですけれども、歯ぎしりがちょっとひどい方、筋肉をね、ちょっと柔らかくしてあげて、ちょっと顎を楽に、していきますね。打っていきますね。もう一本切りましょう。
本打ってもいいですか？一本ずつ。ちょっと来ました。うん。歯ぎしりはね、本当に顔も重たくなるし、全身のこう力が入りすぎちゃうので、すごく疲れるんですよね。ちょっともうちょっと楽にしたい。してあげたいので、ちょっと願いを込めて。原因にアプローチするのが一番いいんですけれども、でも逆も効果があるので、疲れてしまう体を癒すことによって原因となっているストレスにも対峙しやすくなるってことがありますのでね、少しでも楽にしますね。大丈夫、うん、じゃあ抜いていきますね。中間地点に腱髄という肩の肩こりのツボがあります。そこをちょっと刺激しますね。ここはちょっとね、ドスってきやすいので、しんどかったら打ってください。失礼します。きますよね。そうですよね。大丈夫そうですか？あ、よかった。ここはね、かなり皆さん痛がるというかところなので、無理しないでくださいね。すっごい張ってますね。うん、これは大変。またやりますね。ちょっと多めにいきましょう。うん。ね、だいぶほぐれやすいところではあるので、今日でかなり楽になると思います。行きましたね。今ね、聞こえました。ものすごい入りました。うん、今ものすごくドスってきてると思うんですけれども、これ針抜くとかなり楽になるので、巻きましたね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？素晴らしい。じゃあおまけにもう一本打ちましょうかね。お話伺っていたよりもかなり凝っているので、うん、ちょっと今日針多めに使いますね。失礼します。ちょっと頑張ってうん、大丈夫、楽になりますからね。気持ちくなりますからね。大丈夫。失礼します。ごめんなさい。よし、ふーですね。はい、ちょっとね、5秒置いたら取りますよ。ですね、首というか、まあ耳ですね、耳の付け根の後ろのところなんですね。
ますけれども、はい、首楽にしていただいて、ここはね、ちょっと、きます。頑張ってくださいね。きますよ。よいしょ。あ、結構入りました。どうでしょうか。うん、痛いですね。かなりね、深部まで行きましたので、効いてる証拠ですからね。いきますよ。ここまで入りましたよ。 OK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  いい感じです、うん、ここのちょっと下の部分まで入れていきますね。エイフというツボはここ1点というよりはちょっと下の部分まであるので、こっちもちょっと入れていきます。よいしょ。どうですか？大丈夫そうですか？そう、下の顎なので、そうね、歯ぎしりとかのところとちょっと通ずるところが、こっちもちょっとかなり硬いので、もう一本だけいきますね。よいしょ、来ました。うん、来てますね。抜きますね。はい、気持ちいい。になりました。うー、気持ちいいですねそんなことないですか？気持ちいいですか？よかった。はい、で今度顔こっちにちょっと向けていただいて、反対側ね、左の方行きますね。失礼します。結構奥まで、深部って言うんですけど、グーって入ってくるとかなり効いてるけれども、ドスッとね。よいしょ、頑張ってくださいね。効いてますからね。良くなりますからね。素晴らしい。よいしょ、来ますね。しんどかったら言ってください。よいしょ。最後ね、4本目ちょっと、ちょっと下顎の方に、耳鳴りのところとちょっと重なりますが、よいしょ、よいしょ。来ました、行きました。ですね、来てますね。じゃあ外しますよ。なんですけれども、美容のツボもちょっとやってもいいですか？顔のむくみとかシワとかたるみを改善してくれる、2つの美容のツボがありまして、そう、一つはね、顕量といって、目の目尻ですね、目尻から下がっていって、頬骨のとことこ交わるところ、ここですね。ここを針刺してあげると、すごい小顔効果があると言われていて、全体的にキュッと上がるところ、せっかくなのでやってもいいですか？あ、もちろんです。もう日頃どれだけ頑張っていらっしゃるかっていうのがお体からすごく伝わってきたので、もうやらせてくださいじゃあ行きますね。ここですね。よいしょ。あー、どうですか？ちょっと痛かったですか？効いてますね、効いてますね。いい感じです。いいですよ。はい、じゃあこちらもね、いきますよ。
診療に入手。よし、オッケー。ここはね、本当に指で押すだけでも効果があるので、ぜひね、自宅でもやってみてください。メイク前とか寝る前とか朝起きた時もいいですね。で、抜きますよ、口からね。よいしょ、スルー。二つ目は鼓梁と言いまして、瞳の下から先ほどの鎖骨のちょっと交わるところ、瞳の下点点点点点と言って、ここですね、鼓梁ですね。ちょっと、まあ、さっきのところとどうかな、2センチくらい中心に寄ったところっていう感じですね。そう、ここ気持ちいいですよ。結構ね、詰まってる方が多いので、行きましょうかね。失礼します。トントントン、よいしょ、できました。どうですか痛気持ち、あ、そうですか、よかったよかった。よいしょ、行きますね。しばらく刺してた方が効果あるので、ちょっと刺しっぱなしにしますね。はい。あとは百尾といって、頭ですね、頭のてっぺん。ここはちょっと怖いかもしれないんですけど、痛気持ちいいくらいだと思います。今日やって針全部血流が良くなって、脳の血流も良くなって、結構やる気とか思考の部分が前向きになったりとかっていう効果がとてもあるんですけれども、一番アプローチできるのがこの百尾っていうところなので、そこちょっとやりますね。はい、じゃあ失礼します。よいしょ、よいしょ、刺さりました。もう一本打ってもいいですかもう今日は本当に日頃頑張っていらっしゃるので、しっかりと刺してね、帰っていただきたいので、2本いきました。ちょっとこれ時間をね、置きますね。はい、間にもう一度お腹の周りをですね、今度はこちらの針ではなくて、もうちょっと細かい針を使ってくるくると撫でていきます、はい、とても気持ちがいいので、目を閉じていただいても、寝てしまっても大丈夫ですからね。失礼します。ちょっとお腹まくりますね。失礼します。ちょっと針の機械を使うので、よく浸透するようにジェルを塗っていきます。ちょっと塗ります。少し冷たくなりますよ。マッサージしますね。ここ痛いですか？大丈夫？ちょっと、あ、痛いです。はい、ここはどうですか？そんなに、はい、
全体を撫でます。最後にお灸をしますね。ですね、肩のツボに乗せていきます。もし熱くなったら教えてくださいね。失礼します。熱さ大丈夫ですか？お腹にも乗せますね。失礼します。乗せますね。暑かったら言ってください。大丈夫ですか？では、このままですね、起き終わるまで、少し時間を置きます。私そばにおりますので、もし暑いなとか何かあれば教えてください、はい、最後にちょっと軽くヘッドマッサージしますね。少しだけ頭上げていただけますか？ありがとうございます。
ます。マッサージというか、まあ、頭のツボを押す感じですね。失礼します。みたいなものとか、日頃どういったことされてるのかな。